ジュニア1の酒井うららです。常にチームワークを意識してるなと思っていて、なんか営業中すごい混んでたりしても、スタイリストとアシスタントのみんなが連携をとって営業をスムーズに回せたりしてるので、そういうところがチームワークあるなって思います。ローブのアシスタントの林純平です。そのレッスン以外でも日々の練習だったり見てくれるので、一個一個日々成長していく姿を沢木さんたちに見てもらえるように、自分たちもより頑張んなきゃいけないなっていうふうに思います。アシスタントの小野井優里です。レッスンとかはもちろんなんですけど、レッスン以外でもなんか自分が自主練習とかした後に見ていただいたりとか、丁寧に私たちが上手くなるように親身になって見てくださってるのがすごいありがたいし、自分たちも勉強になります。アシスタントの酒井真由です。私のファッションとかアクセサリーとかそういうのまで一緒にそのコーディネートとかを、こういうのいいんじゃないって勧めてくれて、私が自分だけじゃたどり着かないところも教えてくれて、自分がどんどんおしゃれになっていけるっていうのはすごいいいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。練習でしっかりと技術身につけて、これから自分で勉強して次のレッスンで基礎とかもしっかり出せるようにできるようにしっかり練習していきたいと思います。お願いします。アシスタント3年目の寺田さやかです。将来ローブでヘアメイクが強い美容師になりたくて、雑誌だけじゃなくて違う外部のお仕事もらったりとか、そこで自分のヘアメイクを見せる場をたくさん作って、それを営業で活かせたらなって思ってます。やっぱり綺麗な場所じゃないとお客様は絶対綺麗にできないので、とことん綺麗にします。ジュニアアシスタントの武藤小春です。インスタグラムをたくさん投稿して有名になって、インスタグラムを見て指名して来店してくださるお客様がたくさんできたらいいなと思います。自分の得意なカラーだったりとかを確立させて、この人にやってもらいたいって思ってもらえるような美容師になることです。結構それ今まで大丈夫アシスタント3年目の市場優里です。技術もそうなんですけど、お客様が私に会いたいと思ってもらえるようなスタイリストになることと、あと私をいいなと思っていただいて、お手本にしたいと思ってもらえるような美容師になれたらなと思っています。よろしくお願いします。ローブで美容師アシスタントをしております西宮圭吾と申します。よろしくお願いします。結構お客様との距離を踏み込みすぎずっていうのはあるんですけど、楽しく思ってもらえるようなスタイリストになりたくて、こう近所のお兄ちゃんみたいな、そういう感じのこうフランクで親しみやすい感じのスタイリストになれたらすごくいいのかなと思います。でももう下の子っていうかアシスタントたちもデビューし始めて、ご予約制限してる中でもお断りすることがすごく多かったので、ネイルサロンと松育サロンがここに元からあったんですけど、広い場所にちょっと移転したので、そのタイミングで5席でも増えればすごいスムーズに回る。スタイリストの小吹です。後輩を育てて、もうちょっとこう盛り上がるようなお店作りをすることと、あと雑誌とかメディアとかもうちょっとやっていきたいなと思っております。山本七葉です。ジュニアワンアシスタントです。今はまだアシスタント1年目で、小さい目標なんですけど、お客様の名前とか覚えていって、お客様とどんどん仲良くなっていきたいなって思います。無理だったら頑張る。3時ぐらい行こう。こんにちは。30日にやる撮影に向けての、衣装だったりメイクだったりっていう作戦会議して実際に探しに行きます。可愛いものを作るために、準備段階からうちらはちょっと気合い入れてやってます。だよね、コーヒー。ちょっとすぐそこにあるコーヒー屋に行きます。会議とは、作戦会議とは作るものに対してのこう自分の気分だったり何だったりっていうのをちょっとこう共有して、いいものを作るために情報共有はしてます。あ、こっちじゃない、ちょっと本当はご飯を食べたいってなるみがすごい機嫌悪くなってるんですけどちょっとじゃあどうする、ご飯にする？あ、待って、携帯忘れてきちゃった。早くダッシュ。食べたい。食べよう。メンチラシ。メンチラシ？メンチラシ。テラスみたいなとこがあるとこがいいな。これジャイルの上か。ジャイルの上が小吹大好きなタイ料理。もうすん。もうすん。でもいいけど。人いっぱいそうじゃないですか。いつもこんな感じでご飯食べるときはちょっと下ります。ナンバー A か。あ、ナンバー A じゃん。決まりました。行きます。営業中大事にしていることはやっぱりデザインを決めることっていうのと、結構うちは割と予約がこうしっかり入れてるけど、やっぱり楽しませるというか居心地の良さ、割とバタバタして見えるけどそう感じさせないように、本当に来てよかったなって思ってもらえるように、デザイン以外の面でもちょっとアシスタントたちと連携を取って。いろいろちょっとこだわって営業してます。伝えたいことだったりとか、やりたいデザインをしっかり共有して感じ取ること、感じ取って提案して幸せな気持ちにして帰ってくれるように、ワクワクさせるというか、なんかこうデザインをマンネリしないようにすごい意識してますね。なんかこう、あ、前回と同じでとかいう方って結構多い気がするんですけど、やっぱりこう常に変化させるというか、あんまりその選択をさせないようにちょっと何かしらポイントを変えて、やっぱお客さんに提案し続けるっていうことをすごい大事にしてて、で今ちょっと作品撮りのための準備してるんですけども、作品撮りもそれすごい重要で、作品撮りをこうコロコロ、なんでしょう、雰囲気とかデザインとかを変えて、それを見せてお客様に、あ、こういう髪型もやりたいって思わせるってすごい大事だと思うので、まあ、そこが全部つながってるっていう感じのためにやってることもいっぱいあるんですけど。まあやっぱりこう、まあ、自分自身で、まあ、こう雑誌見たり SNS 見たり、まあ、いろんなところからデザインを吸収するようにしてるし、やっぱりその、まあ、それってでも誰でもできることなんですけど、まあ、ローブの強みとしてはやっぱこうチームでいることがここにも生きてくるのかなと思って、こういう、こう何気なくこう歩いてる時とか、まあ、ご飯食べてる時とかも常にこうデザインかわいいって今なんだろうみたいな話をするんですね。だからじゃあ1人で拾いきれないこう情報だったりデザインをやっぱりみんながいることでより吸収できるので、まあ改めてこうローブっていうこうチームすごいいいなって思ってます。でも入れるかな。今こんなのがイケてますよとかすぐみんな言ってきてくれたりとか、そういうのってすごいいいよね。なんか、あ、ネックレスつけてない、ネックレスつけてないですよ。例えばですけど、ネックレスとかも愛さんがこういうのかわいいよっていうのを、そう、すぐネットで見つけてきてくれて、それを共有してすぐ買って、じゃあそんなのあるんだって言って、僕もあちょっと今度行こうよってなって、じゃあそれに合う女性像って何なんだろうとか、そういう発想にもなるし、イケてるもの、可愛いものがもうに囲まれてるからこそヘアデザインがどんどん浮かんでくるよね。ヘアデザインになんかなんだろう、意識を行き過ぎないで、その洋服とかカルチャーとか、まあ、いろんなところから常にそこに合わせるヘアスタイルじゃないけど、いろんな角度からヘアに対して考えるようにはしています、普段から。そうですね、心境の変化、あんまりもう僕本当にもう昔から変わらずデザインとかに満足しないように常になんか変わっていこうって考えてるから、特に最近こう変化があったとかはないですね。常にこうリセットして新しいもので、またそれがいい感じになってもまたリセットして、もっと可愛いものって探すようにしてるんで、まあ、現状に満足しないで走り続けるっていうのをすごい大事にしてるから、特に心境の変化をし続けてるって感じですかね。うん、ちょいぐだっとしてます今。あ、ボエムが空いてるって、あっちするじゃん。うわっ、美味しそうだよね。あ、これ、それ美味しそうですよね。トッピングした方がいいですよね。あ、でもやりますね。みんな集まってホームパーティーみたいな感じで、前半はセミナーをみんなで見たりして、最初真面目モードでセミナー見て、で途中でちょっとお酒が進みすぎるともういいよってなってでもいろいろ見ますね。この間西野がすごい気になってるって言って、ブリーチのセミナーとか見ましたね。なんかこう気になることは一緒に見て共有して、あそこに対してあんまりプライドがないから、気になったものはおよその技術でも見せてまくるな、まあ、その時は西の発信でちょっとこれ見たいんですけどって言ってきて、でもちょっとアシスタントだから高いからって言って僕が買わされて家で見るっていう。力を切れるできるようになりたいです。それもまたいいことで、そこにまたチーム力、この人の雰囲気すごい気になる、教えてくれる、知る、買う、見る、で学んで、またみんなに伝える、いい循環ですよね。めっちゃでも天気良くてよかったね。そうですね。